なんだってんだこの蒸し暑さよ。こんなとこに住んでる奴の気が知れねえぜ。このような土地だから南蛮の民は強いのでしょう。諸葛亮殿はその民の心を攻めるとおっしゃってますか。ほう、心を攻めるか。しかしこの熱気はさすがに耐え難いな。まったく、昨夜の酒が全部冷やがっちまうぜ。慶州を奪還するべく大軍勢を率いて医療まで乗り出した劉備は、迎え撃つ陸遜らの軍勢を打ち破り悲願を果たす。かくして呉は滅び、蜀の支配は慶州から高唐にまで及んだ。蜀の軍師諸葛亮は北方の魏に目を向けるが、その前に片付けておくべきことがあった。その頃南中の地では複数の民族が独立し、南方から蜀を脅かしていたのである。天保3年、諸葛亮は皇庫の憂いを断つべく南征を願い出た。そして蜀の武将らの率いる軍勢が南へと向かう。そこには南蛮王孟獲とその軍団が待ち受けていた。敵は侵略ではありません。彼らの心を攻め、我らに基準をさせるのです。このわしに潰されてえか。見切ったわ。次こそは覚悟せえ。敵将討ち取ったり。
毒の泉があると聞きます。毒の川は迂回して兵を進めてください。敵将討ち取ったり。私たちも頑張りましょう。私に勝ったと思うなよ。我らも遅れるな。他の者も存分に力を振るうのです。
たり。我らも遅れを取ってはならんぞ。また捕まっていただきましょう。言えましょう。
めるか。我らも奥屋を取ってはならんぞ。負けておらんぞ。大王、お逃げください。すまん。敵将、討ち取ったり。さすがよ。私たちも頑張りましょう。
さに不屈の魂です。言えましょう。なぜだ、なぜわしが引かねばならん。我が夫への度重なる侮辱、死をもって償わせてやる。
でか。大丈夫ですか、大王。
ここで燃え尽きちまうのかい。Thank you.
わしの負けだ。7度も敗れては言い訳できん。おめえたちに従おう。